だからちょこっとだけ覗いていい？ご視聴ありがとうございます。この度は、今大人気のウマ娘プリティダービーのガチャの紹介をいたします。ピックアップのニコのブルボンさんを狙うんだな。いよいよ、ゲストもお迎えしたいものです。ゲートの裏が、金色のままなら星1つのウマ娘さんか、金色なら星2つの、虹色なら星1つのゲストのニコのブルボンさんになります。次でお迎えしたいね。ウマ娘のサポートは人の心の根底を突くものは良く、ウマ娘とサポートカードが分かれているので楽だね。そうよね。でも今回は消化器による金色2つにしちゃう。先生ドリサター投入。20連の星2つのウマ娘さんが3人になりました。このままでは終われないので課金しちゃいました。笑いながら言うことではないぞ。だって仕方ないよ、これでは終われないもん。大好きなライスシャワーちゃんのライバルのニホノブルボンさん、ゲストも一定したいので、このサポートカードのツインターボちゃんやダイタクヘリオスちゃんも欲しいので、課金は1回だけだぞ。うん、わかっているよ。30連目でダメだったら諦めるよ。通常では金色2つ。今日話題になっているゴールドシップさんもね、30連目は昇格なしで、星2つのウマ娘さんだけ、残念だったな。仕方ないよ。また育成とかでジュエル貯めるよ。あとせっかくなので、ダイワスカーレットちゃんの才能開花を見ていただきます。これなら、一番になれそうね。星2つから3つになったので、勝負服になったな。そろそろこの動画も終わりが近づいてきました。ここまでのご視聴ありがとうございました。